はい、皆さんこんにちは、やこです。今回はですね、GoTo モール、高速ターミナルにね来てます。はい、皆さん旅行に来たらね絶対行くところやと思うんですけど、今回はねそちらの方で秋服をね買いたいなと思って来ました。はい、今ねでもちょっと見たら冬服の方が多くてね秋服があんまりないんですけど、ぜひね秋服を探してゲットしたいと思います。実は見えますか？マイク買ったんですよ、皆さん。これでなんか会話がね、声が結構聞こえたらいいなと思います。はい、じゃあね、ちょっと行ってきたいと思います。めっちゃ可愛い。やばくないですか？くまちゃんめっちゃ可愛くないですか？これで1000円。白めっちゃ可愛い。結構ね、でももう夜ご飯の時間やから人がね少なくなってきてるね。めっちゃ買っちゃった。くまちゃんめっちゃ買っちゃいました。服なんかね、ベストとズボンを買いたいんですけど、ない、なんかあんまりこう、ないんですよ。ベストもなんかこれっていうのがなくて探してるんですけど、で、あのね、ズボン、私が持ってるズボンなんですけど、めっちゃあのサイズがね、大きかったりするからちょっと困ってて、ズボンを探したいと思います。さあ、私はズボンとベストを見つけて買えるのでしょうか。それがめっちゃね、どうなんやろう。こんなスタイルめっちゃ可愛くないですか？めっちゃ可愛い。帰ろうと思うんですけど、場所がわからん。迷ってしまいました。どっから来たんやろう。頑張って帰ります。はい、こんな感じでね、もういてはいけないと思って出てきました。もう買いすぎ、安すぎてねついつい買っちゃうんですけど、もうちょっとね買いすぎなので、はい、もう帰りたいと思います。次はね、ファッションショーがあるので、そこまで皆さん見てってください。はい、じゃあこれで終わりたいと思います。はい、家に帰ってきました。はい、ちょっとね結構買いすぎて重たかってね、だいぶ大変やったんですけど、持って帰ってくるのが、一旦ね、購入品たちを紹介してからファッションショーをしたいと思います。はい、でね、1点目なんですけど、まずはこちら、見えるかな、これ襟が変やね。こんな感じで、なんて言うんかね、これブラウスって言うんですか？そう、わからないんですけど、あの服の名前とか知らなくてごめんなさい、ちょっと。はい、でね、見たらね、生地がね結構こうやってなってるんですよ。なんて言ったらいいの、見える見えるかな、こんな感じなんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ、これが。これは一目惚れでした。次はね、なんかちょっとね、韓国の綺麗なお姉さんとか着てそうな服だなんですけど、私似合うかどうかちょっとね、こういう系初めてなんですよ。じゃじゃん、じゃじゃん、こんな感じでめっちゃ可愛いんですけど、なんかねちょっとね臭い、これなんかこう新しいの出してくれるじゃないですか、だからやっぱ選べへんしね、めっちゃ臭いんですよ。次はね、もう私が大好きな紫です。マジで可愛いんですよ、これ。みんなに見てほしい。
めっちゃ可愛くないですか？結構ね、なんやろ、パステルじゃない、ちょっとこれ画面では難しいんですけど、しっかりした紫なんですよ。薄く見えるね、なんか、まあ、こんな感じなんですけど、こうやってね、お花も入っててめちゃくちゃ可愛い。はい、次はね、マジで可愛い。なんか私結構その紫とかこうグリーン系の服は持ってたんですけど、あんまね、こう水色、パステルの水色とかの服はあんま持ってなくて、結構初挑戦なんですけど、こんな感じのね、お洋服を買いました。ちょっとこれね、着てみないとちょっと説明が難しいんですけど、なんかね、ちょっとセクシーに見えるまあこちらでね、一応トップスは以上なんですけど、次ね、パンツをとスカートをね、買ったのでご紹介したいと思います。まあね、1着目はこちらなんですけど、こうやって見たらね、結構丈が長いように見えるんですけど、着たらね、やっぱね、ちょっと短い短すぎる。しかもこれね、めっちゃ臭いんですよ、ほんまに。でね、お次なんですけど、こちらパンツです。カーキのパンツですね。はい、まあね、以上で購入品の紹介はね、終わりたいと思います。次はファッション紹介なので、どうぞ。今回のね、動画はここまでになります。イボンヨンさんの陽気カジンリーダー、はい、またね、次の動画でお会いしましょう。ウリタウンヨンされさあんなよー、あんにょー、バイバーイ、バイバーイ。